だっけ長げ長いなぁ。10分さすがに長いですかね。どうします？どちらでも。どちらでもいいですよ。なんでもいいですよ。じゃあ一回長いの言ってみましょうか。わかった。じゃあ、最初に出た方の声を僕がやります。わかりました。では行きましょう。はい。はい。いや、どうなるのかなぁ。あー。まだ僕男の声をやってないんで。そうですよね。男にしようかなと思ったんですが、でもほら、お題かあれやったから。ああ、そっか。変な声やりました、ね。女っぽいけど。緑の香織さんですね。ああ。なるほど。香織やりてえな。なんかあれですね。いいですよ、香織やって。僕やりますわ。じゃあ香織やるわ。はい。僕なんか女の子担当みたいな。女の子。緑は。たまにドキドキ、時々、たまにドキドキじゃない、たまに毒舌吐く、ちょっと緑ちゃんですけど、やだな、あすへのスマッシュ、いじめ、しごき、間違えた、おあの、カオル先輩、おや、緑、何をグズグズしてんだい、間違ったよ、君はのび太さんなんだから、さあ、早くおいで、大会まで時間がないんだ、とっとと練習を始めなくちゃ。あの、私これおい、退部届って、緑君、すいません先輩許してください、理由を聞かせてもらおうじゃないか。決意固す、あのやっぱり私なんかに薫先輩のパートナーは無理です、ダメなんです。そうか、2年の取り巻き連中にまた何か言われたんだね。違いますよ私何も言われてなんか可愛くねえないいかい、よくお聞き、何、誰が何と言おうと、うん、私のパートナーは緑、君なんだよ。いいえやっぱり私は釣り合わないんです。どうして、だって才能が違いすぎます。カオル先輩みたいな天才のパートナーなんて所詮私には。天才、私が天才だって。とにかくあの、もう決めたんです。だから、私、テニス部をやめます。待つんだ、緑。え？ラケットを持ってコートに入れよう。もう、最後の練習ぐらい付き合ってくれるだろ。先に行って、待ってる。急いで来るんだ。いいね。あの、テンパイ。おい、やるぞ。顎長、テニス打つぞ。すごい、怪人みたい。怪人かよ。ざわ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 ざ。用意はいいかい、緑。あの、何を？私のサーブを、一度でもいい、返してごらん。ああ先輩、でも、私も、だいぶ届けよ。君が返せるまで、私は何本でもサーブを打ち続ける。私から1ポイントでも取ることができたら、いじめ、その時はタイムを認めてあげるよ、みなる。そんなだって無理です、実力が違いときます。ブスだ。あの初心者にカオルさんの言葉が返せるわけないのに。うるせえかいや、黙ってろ先輩、おたぶちゃです。でもあのカオル先輩の目、まさしくフェニックス、怖い。先輩、本気だ。本気なんだ。緑、突っ立ってるだけじゃ弾は返せないよ。さあ、うっ水をつけたおうつ。ラケットを拾え、立つんだ緑。無理です。やった先輩、もうやめ、立てと言っている。無理です、先輩にもう一回打つわよ。始めたらもう気持ち、ブーあー怖い、こうやって立ってるのが怖くてたまらない。顔抜きみたいな名前すごいな。私たちを差し置いてなろうなって思いがあるから、当たり方がみんなの視線をさせます。おいきん、もう嫌だ、逃げ出した。目に当たった。こんな目に遭わなきゃいけないんだろう。立つんだ。いやです。立てと言ってるのが聞こえないのか。先輩、どうしてこんなこと、一体
何のために言ったはずだ。君が一球返すまでは、それまではサーブを打ち続けると。はあ、そうか。打ち返さないと先輩許してくれないつもりなんだ。ちょっと息もぼになってる。だったら打ち返さなきゃ。そうだ緑、立て、そして構えるんだ。返さなきゃ、一球でもいい。ちゃんと先輩の立つあのコートに返さなきゃ。待ち来いや。野球見たぞ。いい加減飽きてきちゃった。みどり、いくよ。はい。すごい、フレームにカスさん。すごい、だけどにこんなに手がビリビリしびれてる。踏み込みが甘い、タイミングが遅いから追いつけないんだ。はい。あ、待って、持ってるから。あの、やめて。前後左右に常にコントワーク。まだまだまだ準備してない。ちょっと待ってよ。こいつに行くわよ。待って、私まだ何を怖がっていたんだろう。憧れだった先輩と同じコートに立てるのは今日が最後なのに。なんで、どうした。うらあ、そうか、今日が最後だったら精一杯やりたい。悔いが残らないように、思い残すことのないように、今の自分にできる全ての力を先輩にぶつけるんだ。うお、入れや。くそ、ダメか。そう、あの子まともに打ち返した。でもアウトよ。あれだけ正面へのサーブばかり続けば誰だって打ち返せるわ。この二人何なんだ。何なの今の感触、今の手応え。そう、そうだ緑、しかし残念だが今のはアウトだ。次行くよ。今のレシーブ、今の感触、もう一度。なんだ。ほら、コーナーギリギリをつくあの稲妻サーブこそカオルの君の神髄よ。あれを打たれちゃ手も足も出ないわね、あの子。ダメだ、追いつかない。きっと何かがつかめそうだったのに。そう、その目だ。見てから動いたんじゃ間に合わない。私が君の中に見出した可能性を感じるんだ。ボールに対する野生的な感、何言ってんの、集中力、全身で感じ取るんだ。カオル先輩の動きを、私に必要なパートナー。うわー、ちょっと追いついたわよ。ボールに触ったわよ。まぐれよね。ずっと言ってた。緑、君は私が天才だと言ったね。だが天才と呼ぶにふさわしいのはむしろ、むしろ何ですか。届け。入った。あ、入った。そんな嘘、入っちゃった。なんて気持ちいい。こんなの初めて。あ、テニス、テニスこんなに。そんなんじゃないわよ、テニスっていうのは。お見事、素晴らしい練習だったよ先輩。これでパートナーとしての最後の練習は終わりだ。先輩痛い。今までお疲れさん。あ、はい、ありがとうございました、カオル先輩。あ、私はもう君の先輩なんかじゃないけど。え、あ、じゃあね、さよなら緑。グッドバイ。あ、はい。なんだ、結局やめるんじゃない。だったらとっととやめればいいのに。よし、食って、ね、テレビするか、ゲームするか。書いてたのがたった一球じゃん。そういう君たちは私のサーブを返したことがあるのかい。ちょっと危なかった今。こんな陰でコソコソするような人たちがチームメイトだなんて、汚らわしい。恥を知るんだね。やっぱ下がってますよ。待ってください、カオルの君。クリアかな。どっちだ。おー、まあ、クリアでしょ。いやー、滑舌が悪い。滑舌悪いな、俺滑舌毎回悪いんだよな。もっとはっきり、僕多分喋り方、言い方だと思うんです。まあ、ちょいちょい違うこと言ったしな。適当が適当さが滑舌にが悪いのに繋がってるかもしれない。なるほど。まあでもいいストーリーでしたね。僕多分テンパイとか言ってた。テンパイっすね。次どうしようかな。あ、じゃああれやってもらおうかな。おー、来たこれ。立ってるだけじゃ球は返せないよ。さあ、うう来たこれ。